どうも、ミーコレクションです。今日はデニムパンツについてお話ししたいと思います。デニムパンツは市場にも多く出回っているので、街で見かけることも多いアイテムです。しかしこのデニムパンツっていうのはカジュアルな印象を与えるアイテムです。何も考えずに履いているとこのようにカジュアルすぎる子供っぽいコーディネートになってしまいます。そこで今日はカジュアルになりすぎないデニムパンツを選ぶ時のポイントを2つお話ししたいと思います。ポイントその1はシルエットです。こちらをご覧ください。左のデニムと右のデニムではどちらの方がカジュアルで子供っぽい印象を受けるでしょうか。左のゆったりしたデニムの方がカジュアルな印象が強いと思う方が多いのではないでしょうか。一方で右の細いデニムには大人っぽい印象を持つ方が多いはずです。おしゃれの教科書ではおしゃれが苦手な人はカジュアルなコーディネートになりすぎる傾向があると話していますが、デニムパンツを使っておしゃれなコーディネートを簡単に作ることを考えるならば細身のデニムを選ぶべきです。また細身のデニムを選ぶべき理由がもう一つあります。細身のデニムならばおしゃれの三大シルエットであるアイラインとワイラインが作れますが、中途半端に太いデニムではどのシルエットを作ることもできません。デニムを選ぶ際にはまずシルエットに注目してみてください。ポイントその2は色です。濃い色のデニムと薄い色のデニムではどちらの方が綺麗めで大人っぽい印象があるでしょうか。濃い色のデニムの方が大人っぽくて綺麗めな印象が強いはずです。薄い色のデニムはどうしてもカジュアルで子供っぽい印象になりがちです。うまくコーディネートするならば綺麗めアイテムをどのぐらい取り入れてコーディネートするか考えなければいけないので、濃い色のデニムに対して少しコーディネートのハードルが上がります。例えば濃い色のデニムであればカジュアルアイテムの代表格であるパーカーと合わせても大人っぽくコーディネートすることができます。もしデニムを選ぶときに色で迷ったら濃い色の方を選ぶのをおすすめします。じゃあ薄色のデニムはおしゃれに着こなすことができないのかというと、決してそんなことはありません。次回の動画では濃い色のデニムと薄色のデニムを使ってコーディネートするやり方を解説していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。なお今日紹介したデニムの購入先は概要欄に書いておきますので、よろしければご覧ください。こんな感じで毎日おしゃれの役に立つ動画をアップしています。よろしければチャンネル登録をお願いします。以上、Dコレクション2016年最後の動画でした。皆様良いお年を。ありがとうございました。